Deixa eu ver mais. あなたが輝く魔法のうついムチ。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法のうついムチの時間です。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、FT 崎山がいないですね。そうですね、出張っていうことで聞いてましたけども。あ、そうですか。講和活動で私も聞いてますよ。はいはい、出張、はい、あ、講和活動で出張ということを聞いてありますよ。そうですね、ちょっと離島の方に行くとかっていう話しておりましたね。うん、またね、来週そのお話も聞けるかと思います。そうですね、はい、その離島巡りと、またそのマーケティングですね。そうですね、楽しみにしておりますね。楽しみですね。はい、じゃあそれではのりこさん、今日は8月の3日、ね、水曜日ですね。早いですね、8月ですよ。3日ですね。はい、はい。そして旧暦では7月1日です。はい。ちいたちですね。新月ですね、はい、今日はね。ちいたち、今日なんか朝から何かやってたんじゃないですか。はい、一応私、うちなんちゅなので、はい、昼間に、うとうとしました。うちゃっとうと。はい、うちゃっとうと。あ、そうですか。昼間は、お茶はないんですけれども、はい、まあちょっとね、床の間とか。床の間とか、はい。ちょっと自分の神棚がありますので、そこにうちゃとをして、はい、お線香を立てて、あ、素晴らしいですね。はい、ちゃんとウトとして、まあ一般に言う瞑想ですね。あ、いいですね。はいはい、世界共通の瞑想というふうにね、自分のちょっとね、はい、自分と向き合う時間を今日は作ってきました。はい、なんかいつも向き合ってるような感じですけどね。はい、改めてまた向き合うんですね。そうですね。なんかね、毎日なんか何かに追われてるような感じですので。面白いですね。そしてですね、はい、今日は旧暦で7月1日ですけども、はい、ロッキーでは、先勝ち。戦勝とも言いますけどね、はい、すごいですよ今日は、はい、万事急ぐことに吉ですね、うん、あ、急いだ方がいいんですか。はい、そうなんです。はい、で、交渉ごとなど、はい、先手必勝の日なんです。はい、ところが、午前は吉ですけど、はい、午後は今日になりますので、あ、はいはい、今日は今日になるということですね。そうなんですね。だから午後からは急ぐことはありません、はい、はい、ゆったりと過ごしてくださいね。はい、そうですね。はい、しかし戦勝戦勝ちの時はとにかく皆さん、重要なことはですね、午前中に急いでくださいね。はい、そうですね。はい、はい、私も今日とても重要なことがありましたので。あ、そうですか。はい、ちょっと本堂の方にお手紙を書きました。あ、お手紙。はい、とてもですね、私の師匠なんですけれども、はい、とてもとても大事なものをいただきましたので、はい、そのお礼を今日はですね、時間をかけてゆっくりゆっくり丁寧に、素晴らしいですね、はい、仕上げて、はい、先ほど投函してきました。はい、うん、このお手紙についての話もね、また後ほど。そうですね、また、はい、はい、後日やりたいと思います。はい、ちょっとじゃあ紹介してください。はい、この番組、はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。のりこさん、はい、ツイート来てる感じですよ。のりこさん、ペイチンさん、こんばんは。はい、こんばんは。すごいですね。あららがまサイガーさん。あば、はい、あらがまサイガーさん。はい、今日はね、単理か単理、ラジオ聞いてらっしゃるんですね。嬉しいですね。はい、ちゃんともう、はい、こんばんはになってるところ素晴らしいですね。そうですね。後ほど絵本の読み聞かせもしますので、そうですね、お子さんと一緒に聞いてくださいね。はい、楽しみにしてくださいね。はい、はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。さあ、ここで曲を一曲お届けします。Do It Again by Steely Dan。
はい、それではいつもでしたらこの、音楽の時間に絵本の読み聞かせをしているんですけども、本日は家庭教育の中で絵本の読み聞かせをしますので、音楽タイムは、はい、今日は絵本の読み聞かせはなしにしたいと思います。何か、はい、よろしいですか、はい、ペチンさん何か音楽の説明など、はい、はい、この番組ではウェストコーストサウンドということで、うん、イーグルスファミリー、あとドゥービーブラザーズを中心にやってますけども、はい、実は今日はですね、スティーリーダンっていう、これは1972年の、ヒット曲で、デビュー曲なんですけども、かなり、クロスオーバー、どちらかといえば、あ、これロックなのってのりこさん、感じませんか？ね、はい、あのなんか軽い、なんかこう、軽い、なんか軽くないですか、なんかダンス、ダンシング、なんて、これあのクロスオーバーしてます。あ、クロスオーバーっていうのはジャズ、うんうんうん、ロック、ジャズ、映画音楽、はい、これはもう独特のですね、これはラテン、うん、ラそうですね、ラテンですね、ちょっとあのね、あの太鼓が聞こえるような雰囲気の、はい、太鼓届けましたか、すごいですね、はい、パーカッションの、はい、パーカッションですね、はい、はい、そんな感じですね。そうですね、その時に、1970年代前半はですね、このラテンロックとも言いましたけども、スティーリー・ダンとサンタナ、うん、あ、サンタナ、はい、はい、もうサンタナも、もうまさしく、そのものですね、ラテンそのものですね、はいはい、でこのスティーリー・ダンっていうのはやっぱりこのボーカルと、あとこのギターがですね、ツインリードで、このギターがまた、後ほどですね、これはロックシーンの、うん、リードギターが聴けますのでね、うん、ぜひリスナーの皆さん、この、ツインリードぜひ楽しんでいただきたいと思います、うん、ちょうど今ね、夕暮れ時にぴったりの曲ですよね。そうですね、うん、なんかちょっとテラスでに出て、ちょっとあの今日のご褒美っていうことで ね、 いいですね、ちょっとあのカクテルなんか飲みながら、はい、カクテルと、あと私は何と言っても、地元のビール名護の水はいはい、そうです、はい、オリオン、オリオンで乾杯したいですね、はいはい、カリーで行きたいですね、うん、なんかそんなね、ちょっと、ね、あのテラスに出て、あのちょっとこう今日の一日のことを、そうです、今ね、映像が浮かびました、はい、多分ね、大阪にいるたけちゃん、はい、この、YouTube で見ながらですね、はい、オリオンビールで乾杯してるんじゃないかな。あ、そうかもしれないですね、つまみもしっかりと作って、はい、カズさんも一緒に、そうですね、はい、ジュンジュンも一緒にね、そうね、ジュンジュンも一緒にね、桜味がもしかすると、そうですね、ミーティングをしてるかもしれませんね、うん、すごくあの、なんていうんだろう、軽快な曲で、なんだろう、あの入りましたよ、癒しって感じですね、リード入りましたよ、はい、
あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りいたします。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さて第1週目ですけども、はい、のりこさん、はい、はい、今日は、何の絵本が、絵本の前にですね、はい、先ほどですね、もう今月ね、初の、このラジオ番組なんですけど、第1週、はい、8月のことをですね、なんて、和名でなんて言うか分かりますか、ペイチンさん。8月、うん、方言ではね、はい、島くとまではそうなんですけど、和名です、和名。和名、はい、葉月でした。そうですね、葉月、葉っぱの葉に月って書くんですけれども、はい、意味分かりますか。葉月ですか。はい、意味がよく分かんないんです、ね、ただ、こう植物のこう葉が生い茂る月だと、はい、そうですよね、イメージでね、8月ですから ね、はい、そうね、きっと与那嶺さんもそういうふうにイメージを持ってるかと思うんですけど、実はですね、はい、逆なんですね。はい、季節っていうのは旧暦で結構カウントするんですね、はい、ですから旧暦というと、8月の1日っていうのは来月の9月の頃になるんですね。はい、そうですね。その時って9月のイメージってどういうイメージですか。9月ということはもう秋に入ってきますので、秋になって葉が落ちるっていうことから葉月になったそうです。あ、はい、そうなんです。あ、そうなんですね。はいはい、葉が生い茂るっていうよりも、はい、葉がそろそろ落ちてきますよっていうことなんですね。で落ち始める、はい、そうです。でもね、夏真っただ中の、ね、沖縄ではちょっと想像つきませんよね。そうですね、うんうん、もう8月からそういうことになるわけですね、はい、なんですけれども、はい、実はですね、大自然はですね、もう秋の準備してるんですね、のこの8月の時期から。もうそろそろですね、実がつき始めてます、いろんなものが。あ、そうですね、よく見ます。バンシルであったり、はい、シークワーサーであったり。バンシル分かりますかね、はい、バンシル分かりますか。ヒロキさん、バンシルは意味な、グアバですよね。あ、グアバ、グアバ、グアバ、すごい。そうです、すごい。もう実がなってるんですね。秋といえば実り多い月ですよね。はい、そうですね。その準備をもうしているんですよ。していると。あ、はい、すごいですね。そういうことをね、ちょっと話したかったなっていうことで、8月のスタートですので、スタートいいですね。葉月っていうことですね。はい。はい、それでは、先ほどね、ちょっとね、話しましたけど、はい、今日は絵本の読み聞かせ。いいですね、はい、これですね、へその緒っていう絵本ですね。はい、はい、ちょっと歪んでますね。はい、これはですね、中川博隆さんっていう方が作ってます。はあ、はい、とてもですね、可愛い絵本なんですけれども、ね、ではね、いいですね。なぜ今日この絵本を選んだかというと、8月の中旬に何がありますか、ペイチンさん。8月の中旬といえば、うん、沖縄ではもう一番、うん、一大行事ですね、はいはい、旧盆がやってまいります。そうですね、沖縄は祖先崇拝ですので、はい、私たちが今こちらでいるのは、祖先が誰一人欠けなかったので、今私たちこの世にいるんですね、はい、うん、ですから、そういう意味で、ちょっとですね、へその緒っていうことでですね、いいですね、私たちはへその緒でつながっていたわけですよね。はい、つながっていたんだよっていうことでですね、はい、絵本を読ませていただきたいと思います。はい、へその緒、中川博隆作。小さな木の箱がある。霧の箱。お母さんがこれと言って蓋を開けた。何これ、貝の干したのみたい。へその緒よ。あなたがお腹の中にいた時の命綱。へえ、そう？何ダジャレ言ってるの？お母さんが食べた栄養がへその緒を通して赤ちゃんに行くのよ。つながってたんだ、僕とお母さん。そう、それで生まれたら切るの。それがこれ、へその緒。みんなそうなのよ、お母さんは言った。お母さんのもある？おばあちゃん家に預けてあるのよ。お父さんもあるのかな？帰ってきたら聞いてみよう。
お父さんもへそのあるをある？僕はお父さんに聞いてみた。ああ、あったんだけど、お父さんのはネズミが食べちゃって、おばあちゃんが言ってたな。貝みたいだもんね。だけど、へそは大事だぞ。へそのゴマを取るとお腹が痛くなるだろう。へそは、いや、腸みたいな内臓が表に出てるところなんだ。だから、やたらに触ると痛くなる。じゃあ、そのままにしておこうっと。そうじゃない。慎重に取りなさいって言ってるの。お父さんは少し怒ったように言った。動物にもへその尾はあるの？おっぱいで子供を育てる犬や猫、大抵の哺乳類にはある。だからカエルにはない。そうなんだ。カエルは雷様にへそを取られてしまったって話がある。で、雷が鳴ると返せ返せってゲロゲロ泣くようになったって。雷様？そう、人間の子供もお腹出して寝ていると雷様にへそ取られてるからいつも隠していないと、とお父さんが言った。へそは体の真ん中にある。体の中心。性格がひねくれている偏屈な人のことをへそ曲がりっていう。お母さんなんか怒るとこの辺にへそが来る。そういうのへそを曲げるっていうんだ。失礼ね。お母さんはそう言いながらへそを曲げた。日本のあちらこちらにもへそがあるわ。北海道のへそ、九州のへそ、東京のへそ、日本のへそ。真ん中自慢なんだね。アメリカとかアフリカとかにもおへそってあるのかな？と僕が言うとお母さんは、だけど外国の人もへそのを取っておくのかしら？と遠くを見るようにして言った。僕は次の日学校の英語の先生に聞いてみた。アメリカにはそういうのはありません。日本だけじゃないでしょうか。日本の人は昔から命の誕生ということを大切にする人たちなのかもしれません。と先生は言った。ところで、へそのこと、英語で何て言うか知ってますか？知らない。ネーブルと言います。ネーブルってみかん？そう、あの果物のネーブルですね。ネーブルの下のところ、へそに似ています。なーるへそ。家に帰って箱の中のおへその尾を僕はもう一度見てみた。へその尾、見ながら僕はお母さんのお腹の中でお母さんとつながっているところを想像してみた。なんだか宇宙船につながれた宇宙飛行士みたいって僕は少し思った。はい、おしまい。ああ、なんかもっと聞きたいですね。はい、ペチンさん、はい、へその尾取ってありますか？はい、私の母がちゃんと取ってありました。はい、ね、霧の箱に入って。そうですね、霧の箱に。はい、そうですね。はい。柳峰さんもありますか、へその尾。一回、その、なんだろう、プラスチックみたいな四角いやつに入れて、はいね、うん、見せてもらったことあります、ね。はいはいはい、はい、あ、そうですね、はい、柳峰さんの時代にはですね、プラスチックの箱ですね。はい、で私たちの時代は霧の箱だったんですね。はい、そうですね。で、今はですね、何グラムっていうことで何千、はい、ユネさんどれぐらいで生まれましたか？多分平均3000ぐらいで2800から3200でもその間だったと思います。そうですね、そういうふうにね、はい、きっと書かれていると思います。はい、生まれたのね、体重、私はですね6斤半って書いてあります。あ、すごいですね。6斤半、1斤が600グラムです。あ、1斤600、サブ68じゃないね、6斤半、3斤半、サブ68。6斤半ったらもう大きい、すごいですよ。いいですね、間違えました。はい、キロで書いてあるんですよ、何斤半って。はい、だから300、5斤半ですかね。そうですね、1斤で600グラムですので。間違えました、5斤半って書いてあるんですよ。ということは3000超えてますよ。3500。あ、大きいですね。半だから、3300、はい。600の半分は、半銀は300なので、はい、そうなんですよ。大きく生まれたんですね。3300。あれ、普通ですよね。3000。あ、そうですか。ね、僕らの時代はね。でも今の子たちはね、ちょっとね、小ぶりに生まれる傾向があって、結構2800とかね。いいですよね。うん、これはやはり今の時代、小さく産んで、大きく育てる。はい、でも、欧米人がそうじゃないですか。できればね、ちょっと
3000ぐらい行った方が子どもは成長しやすいですよね。そうですかね、うん、はい、ということで、はい、みんなへそでつながっていたのよっていうお話でした。いいですね、はい、とてもいい話でしたね。で、はい、お父さんがねこの絵本ですごい立場がねいいお父さんでしたね。いいお父さん、お父さんはみんな世の中いいお父さんじゃないですか。いやいや、へその話をしてましたよちゃんとお父さん、はいはい、うんうん、内臓が表に出たんだよって。あ、そうね、おへそがねポコって出てね、おへそが出てる子よくナチプサーはねデベソになっちゃうとかって言います ね、はい、ね、うん、だから結局こう中はね腸のはい、そうですよね。ということですね。はい、テンプスと言いますよね。はい、はい、先ほどですね、アララガマサイガーさんからですね、はい、バンシルのことをですね、宮古では、バンキローって言います。バンキローって言うそうです。バンキロー、ちょっと宮古普通っぽく言ってください。うん、どんなふうに言いますかね。まず、あなたが思った感じで言ってみてください。いやいや、ペイチンさん上手だと思いますよ。あば、アララガマサイガーさんが言うように、はい。ノリコさん言ってみて。いや、バンキロー私ちょっとあまり分かんないんですけども。バンキロー、はい、ということで、はい、ですね、今日は家庭教育の話なんですけれども、はいはい、ですね、これはですねちょっと文部科学省から出ているちょっと資料があるんですね、はい、うん、子育てにおいて一番の悩みは何なのかっていうところをまあ、アンケートを取ったところですね、はいはい、子どものしつけやマナーのことっていうことになってるんですよ。ダントツ1位です。やっぱね、どこでもそうなんですね。はい、かなり高いパーセンテージになっていて、はい、今ですね、しつけとかそういうのが低迷しているっていうことなんですけれども、はい、私はマナーのね講師でもあるんですけども、私は常日頃お話しさせていただくのが、しつけとマナーは一緒だよっていうことを、このラジオでも話したことがあると思うんですけども、そうですね、はい、よく言ってますよね、うん、しつけが転じてマナーができる人材になるのよっていうことなんですね、はい、うん、ですから家庭で行われていくものがしつけですよってことです。で、一番しつけで、まあ、かつシンプルで、はい、しつけとして方向し付けしやすいものって何だと思いますか？もう一度言ってください。家庭でですね、シンプルで一番最初にしつけられること、はい、何だと思いますか？ですね、まず私が実践したのが、うんうん、挨拶ですね。ピンポンです。挨拶なんですよ、はい、ね、朝ね起きたら何て言いますか？おきみそうちそうですね、おきみそうちだけどおはようございます、はい、まあ、お昼から、こんにちは。家族の身内内では使えませんよね、こんにちはこんばんはね。でも使う、日本では使わないですね。まあね、ただいまとかおかえりとかねは使いますよね、はいはい、でね、あららがまさいがさんも今日はね6時以降でしたのでこんばんはになってますね、はい、そしてまた来てますよ、うん、はい、あららがまさいがさんがですね、うん、うちなぐちではテンプスですねって、これおへそのことですね、うん、おへそのことですね。宮古普通では何ですかね、あららがまさいがさん、奈良チキミソウリオサイはいですね、はい、そういうことで、まあ、しつけがなん、しつけの話でしたよね。そうです、はい、まあ、挨拶ですね、はい、それでですね、私は家庭教育を発信する側でもあるんですね、実は家庭教育アドバイザー、はい、家庭教育コンサルティングっていうことね、なんとして今活動をしています、はい、では家庭教育とは何でしょうかね。はい、家庭教育、はいはい、これはもう家庭教育って何ですか。やなれる不可なれですね、うんうん、やなれる不可なれっていうことはどういうことですか、はい、家の中でしつける、うん、子供をしつける、うんうん、ね、まず、はい、ね、挨拶もそうですけど、うん、まず排便排尿から入っていって、あ、そうです ね、食事もそうですよね、うん、そうですね、うん、まあ、全般的にね、全般的ですね、しつけですよね、はい、うん、っていうことなんだけれども、でもね、皆さんなんとなくは分かっていらっしゃるんですね、家庭教育ってこうだよっていうことで、はい、で、文部科学省が言ってる、家庭教育とはどういうことかっていうことで今資料があるので、はい、読みたいと思います。あ、そうですね、お願いします、はい、家庭教育とは、家庭教育は親やこれに準ずる人が子どもに対して行う教育のことで、すべての教育の出発点であり、家庭は常に子どもの心の拠り所となるものです、はい、乳幼児から親子の愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、子どもが基本的な生活習慣、生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、
他人に対する思いやりや善徳の判断などの基本的論理的観、自立や自制心、社会的なマナーなどを身につける上で重要な役割を担うものです。さらに人生を自ら切り開いていく上で書くことのできない職業観、人生観、想像力、企画力といったものも家庭教育の基礎の上に培われるものですってことなんですね。すごいですね。この家庭教育、うん、誰が教えるんですか？そうなんですよ、はい、誰ですか？はい、ということで、はい、親学なんですね。親学ですね、はい、本来なら親から子へ、子から孫へ伝わっていくものです、はい、これまでは日本はそういうふうに伝えてきたんですね。家庭の中で受け継がれていく文化だったんですよ、家庭教育が、はい、でも今ね、お父さんもお母さんもお仕事でなんかね忙しくって、なかなかこの家庭教育の部分がおろそかになっています、はい、うん、ですから改めて大切なのよっていうことで、今県がやーなれふかなれ運動を発信してるんですね。そうですね、やってますね、うんうん、だからしつけっていうのは学校でやるものではないのよ、基本は家庭ですよっていうことなんですね、はい、でも今、まあね、忙しかったりとか、なんていうんですか、それを継承されないままに親になった方もたくさんいらっしゃって、なかなかどういうふうに自分の子育てをしていいのかわからないっていうのが現状なんですね、はい、うん、ですから学びましょう、皆さん一緒に学んでいきましょう、家庭教育を学ぶことによって自分の子どもがですね、すくすく、育ち自立につなげることができますよっていうことで、私が今動き出しているところです、はい、素晴らしいですよね、はい、本当に今、うんうん、のりこさんおっしゃったように、うん、はい、例えば早く結婚して子どもできて親になりました、うんうん、はい、しかしこの家庭教育自体がどのように子どもしつけていいかわからない母親おりますよね、はい、うん、そうですね、そういった方々はどこで学べば、うんうん、いいんでしょうかね。そうですね、今子育て支援センターとかそういうところもあるので、はい、もちろんいろんなねところで出向けば、学ぶことはできはするんですね。あ、はいはい、うんうん、そうです、うん、ですけれども、じゃあね、しつけとか、マナーとかっていうのをどういうふうに伝えたらいいかっていうこともわからない方もたくさんいらっしゃるので、今ですね、私が地道にコツコツと家庭教育を今伝えているところです。のりこさんまたツイート入ってますので紹介してもらえますか。はい、ですね、まずですね、家庭教育親学といっても共働きでうーんっていうことですね。あららがま、あ、サブさん、サブさん、あ、うん、サブさんがですね、はい、それからしつけはトイレトレーニングからじゃないみたいな。いいですね。もちろんそうですよね。はい、とても大切なことです。トイレトレーニング。はい、それから、あららがまサイガーさんは、宮古方言でおへそは、んぶーと言います。はい。うん、よくわかりました。ありがとうございます。と、はい、いうことですね。それから、ラブさんからですね。はい、親自体が教育方法自体がわからない状態。はい、なるほど。それた事実だ。それが事実だと思います。うん、それはっていうことなんですね。そうですね。そうなんで、現実ね、皆さん今ね、共働きが多いですよね。そうですね。うん、もう仕方ないですね。もうこれ仕方がないですよね。はい、より良い生活をするためには、働かないといけないですので。そうですね。うん、だから、保育園にね、委ねる方もたくさんいらっしゃいますね。それは、いいことなんですよ。集団生活はすごく素敵、素晴らしいことです。子供の育ちにとってはね、仲間で過ごすっていうのがとても大事なんですね。はい、で、なんですけども、当たり前に、そこ保育園とか幼稚園任せだけにしちゃいけないのよ。わかりました。私が言いたいのは。残念なんですが、残念ですね、はい、またね、時間になりましたけども、はいはい、来週の家庭教育の方で、ね、そうですね、ちょっと続きをね、そうですね、はい、今後ですね、このコーナーで家庭教育を少しずつですね、皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。そうですね、非常に今日ね反響ありましたのでね、はい、そのあたりを一つ一つ ね、そうですね、やっていきましょうね。お困りのことがあればメッセージいただければ、それをまたですね、
私たちが解決していきたいと思いますの で、ね、ぜひラブさんもアララガマサイガーさんもお困りのことがあればぜひ私の方にお便りください。そうですね、のりこさんのメッセージですね、はい、ホームページブログありますよね、はいはい、ホームページ、うん、コリノドットインフォでした、はい、そうです、はいはい、まあ、そこでもいいし、ね、こちらのね FM ギノワンのコーナーでもよろしいですので、はい、ぜひちょっといただければね、はい、ツイートくださいね、はい、お願いします。それを一つ一つですね、紐解いてまいりましょう。コンサルタントの伊礼のり子が紐解いていきますのでね、はい、お便りの件ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いします。テラビさんですね、ありがとうございます。家庭教育ってことは覚えておきますってことですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、ね、はい、ここで一旦 CM 入ります、はい、お願いします。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしています。はい、のりこさん、はい、私のコーナーに入る前にですね、ツイート来てますからちょっと紹介が先にしてください、ね、ラブさんからなんですけど、はい、本当それだと思います。あ、っていうのは保育園にね委ねることも大事だよっていうことでしょうね、はい、うん、親だけでは今の時代全部子供のことを見切れないと思います。実際そうです。そうですね、はいはい、ラブさんからね続きまして、親じゃなくって、はい、家庭以外の集団から自分の家庭を客観視したり自分の家庭内ものを触れたりしてっていうのも大事な経験ですねって、あ、自分の家庭にないものをですねに触れるっていうことも大事ですね。素晴らしいですね。もちろんそうなんですね。ですから地域で子育てをしていこうっていうことで今地域力も見直されてるっていうところですよね。素晴らしいですね、はい、うん、またもうどんどん、ラブさん、どんどんこういうね、意見をくださると、はい、私たちもそれに応じて解決していきたいと思います。はい、じゃあまた来週ですね、はい、家庭教育いきましょう ね、 そうですね、はい、では今日はね、はい、これからペイチさんのコーナーになっています。はい、東西、はい、ハイサイラジオチエムセールグスーヨーチューガナビラペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトゥバの時間なといびん東西時間の許すかじりマジュンシマクトゥバチカティ花へカチウタミシエビリサイニヘイデビタン。このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にシマクトゥーバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトルと伊礼のり子、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りしております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.comです。はい、ではフェイチンさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先週のちょっとおさらいですね。はい、はい、沖縄方言のことを、ウチナーグチと言います。はい、でウチナーグチというのは本島で使われているのウチナーグチですね。で先島奄美を含めると、うん、これが島クトゥバになりますね。はい、アララガのサイガーさん、ちょっと私まだ宮古普通まだ勉強中ですのでね、ウチナーグチで指定 しておりますが、ぜひ、聞いていただきたいと思います。はい、全体的なことを島クトゥバ、ね、っていうことですね。はい、そしてすごく島クトゥバっていうこう響き、そうですね、いいですよね、はい、うんうん、この響きですよね、柔らかくてね、はい、響きといえば、はい、あ、なんか、はい、サントリーの響き伸びたくなりましたね、今のそこに行くんですか、シングルモルトが伸びたくなりました ね、はい、ちょうど日も傾いてきて、そうですね、水平線綺麗ですね、はい、沖縄の方言のことを内縄口、うん、そして標準語のことを大和口と言います。あ、標準語のことを大和口、はい、内南地を、ね、大和口と言いますね。ああ、そうなんですか、はい、しかし、はい、リスナーの皆さん、内縄方言の源流はですね、うん、日本の古語とも言われています。
万葉語ですね、うん、はい、ですから、同じ兄弟だと思ってくださいね。やうちなぐちと、はい、うちなぐちとやまとぐちは、はい、あ、兄弟ですね、はいはい、そうですね、人類みだ兄弟ですからね、はい、でそして、うちなぐちにはですね、古事記や万葉集などで使われて大和言葉がですね、はい、残ってるという話をしましたね。あ、先週ね、その話してましたね、はい、しましたね、びっくりでしたね、はい、例えば肉のことを、うん、うちなぐちで獅子と言いますよね、はい、これは古語でも肉のことを獅子と言うんですね。うーん、ね、はい、そして奥さんのことをね、はい、うちなぐちではトゥジと言いますね、うん、でこれも古語では、うん、奥さん妻のことをトジと言います。トジ、はい、はい、まあ、そういうことがね、うんうんうん、まあ、万葉語が残っているっていうことですね。そうですね、で奈良時代の前後からですね、ちょっと大和と琉球の交易がですね、はい、途絶えていくんですね、はい、途絶えていって、それからですね、琉球には、なぜか万葉語は、残ってるんですね、うん、しかし大和にはどんどん一般庶民から消えていくと。面白いですね。大和の言葉が消えていったっていうことですか。要するに庶民から消えていくわけです。庶民から消えていく、はい、そうです、はい、そういった貴族とかですね、うんうん、武家社会の中ではありますけど、はい、一般庶民から消えていくと、はい、よくうちのの流家はですね、うん、ハワイの沖縄県人の間で生きてると言います、うん、あ、よく言いますよね、はい、そういうことです。そうですよね、はい、世界のうちなんちゅうの方々が沖縄の、方言をしっかり継承してるっていうことも、ね、はい、多いって聞きますよね。伊在館五大衆といって、うん、遠山久蔵さんがですね、うん、琉球から、移民していくわけですね、南洋にね、はいはい、でそしてこうハワイに行った移民した方々は、うん、やはり琉球のことを憂いてるわけですね、うん、はいはい、とても愛してます、うん、でそしてやっぱり琉球の文化を残そうということで、はい、琉華が残ってるんです、素晴らしいですね。素晴らしい。この辺りがですね、今年は10月の、ね、はい、中旬だったと思いますが、はい、世界のうちなんち大会が、はい、そういう方々が帰ってきます ね、はい、ね、いいですね。また逆に輸入ニューではないんですけど教えていただけるといい、ね、そうですね、でそしてですね、うん、こういったのがありました。世界のうちなんち大会に、うんうん、の時にですね、ある方がですね、うん、うちなんちの定義は何ですかっていうのがあったんですが、うちなんちの定義、はい、でそれをですね、うん、ある方が、うん、沖縄が好きな方はうちなんちでいいじゃない、うん、いいですよね。あ、そうね、はい、まあ、世界各国、そう、沖縄に来てる方です、まあ、うんうん、みんなね、はい、内地から来て、うんうん、来てる沖縄が好きな人は、うん、はい、もううちなんちですよ。そうよね、FM ギノワンのね、スタッフの方も本土からいらっしゃってることがいて、はい、三振もできるし、そうですね、もううちなんちになってますよね、はい、ね、素晴らしいなと思います、はい、そういったことですのでね、うんうん、ちょっと、はい、前置きがだいぶ長くなりましたけどね、はいはい、本題じゃなかったんです ね、 そうですね、先週はですね、うん、生まれ島の言葉はしいね、国はしゅんってありましたね、うん、はい、はい、これはのりこさんどういう意味でしたかね。自分 の、 まあ、国っていうか、まあ、方言を忘れてしまうと自分のこの沖縄も忘れてしまうよっていうことです、ね、はい、でこれがですね、うん、私が実は言いたかったのは、はい、先ほど、南米ハワイに移民した方々、うんうんうん、一世の方々、はい、今も3世4世ぐらいになって、はい、でその方子供を自分の孫ひ孫にですね、うん、伝えてる自分の言葉、そうです、うん、あんた方もうちのあちだよと、はいはい、うん、ね、ルーツは、はい、でそう言葉をなくしてしまうと一世が、はい、ね、この自分の孫ひ孫がですね、うんうん、自分のルーツ忘れてしまうんです、ね、あ、でも素晴らしいですよね、言葉をねちゃんと、はい、継承していくっていうのは、ね、そうなんですね、うんうん、そういったことを琉球を内縄を憂いているのがやっぱりこうそういった世界に行った、はい、移民で行った方々ですね、うんうん、苦労して行った方々、はい、そういった方々には、沖縄の情景も残ってるんですね、はい、でこういった、今ちょっとね、吉谷チルのですね流下にこんなのがあります、はい、シマントナドナとクバンスユスユとチナジャル牛のナチュラと海場、これはもう一度お願いしていいですか、はい、何でしたかね、シマントナドナとクバンスユスユとチナジャル牛のナチュラと海場、はい、これはね、ちょっと分かんなかったですね、はい、いいですよ、流下のですねコーナーでですね、うん、こういったの説明したいと、はいはい、はい、今日はですね、はい、うちのあの国に言葉ですね、入ってよろしいですか。あ、いいですよ、はい、今の意味説明しないんですか。はい、これは流下のコーナーでやりましょうね。わかりました、私、はい、楽しみにしておきます、はい、ウンナナビーとヨシアチル、チダの歌人、うん、チジの歌人というところですね、はい、これは来月再来月あたり行きたいと思いますね。あ、そうでしたか、はい、はい、今日の国に言葉、はい、これものりこさんに聞いてくださいね、うんうん、アミヤトゥガニンヌイーニンフユン、アミヤ
투가닌누이닌푸용はい雨は全ての人の上に降りますよっていうことですかね、はい、雨はですね、うん、罪人の上にも降る、うんうんうん、人を差別してはならないという意味ですね、うん、だからみんなに降る平等に降るのよっていうことですよね雨はねそうです、うん何があっても地球は回ってるのと一緒です、うんうん、はいはい、はい雨は罪人の上にも降るということは人を差別してはならないという、はい、そうですよね戒めたですね、うん、平等ですよっていうことですね、はい、でそしてね、うん、もっと分かりやすい、分かりやすいというよりも面白いのがね、うん、私の、友人にですね、はい某富田さんという方がいて、はいはい、某富田さんね、はい、でその彼がですね、うん、親からいつも座右の銘の流下がありました、はい、いい年近みね人近り嫌な年近みね縄近りっていう内なる空間の言葉をずっと言ってました。あ、いいお友達をが周りにいると、はい、まあね、あの成功しますよと、はい、成功ね、お金も入ってくるけど、はい、あのまあそうじゃないお友達がいるとお金じゃなくて笑お縄縄罪人になりますよ。あ、罪、あ、あ、縄使うっていうとここあれですね、はい、結ばれるってことですね。そうです、はい、良き友達と一緒になれば、人生成功しますよ、はい、ところが悪い仲間と、うんうん釣れると罪も犯しますよっていう、はい、うん、まあね、あの類は類を呼ぶとか引き寄せの法則とかっていうことですよね。そうですね、はい、で、うん、そしてあの今私が罪人っていう話しましたけど、はい、実は罪人っていうのは普通の人なんですよ、うん、でなぜそういった方々は罪を犯すか、うん、はい、でこれはあの実はあの、親鸞聖人の、うん生闇陀仏の、はい、歎異抄の親鸞聖人の弟子がですね、うん、この先生に聞くわけですよ、はい、先生私も人を殺めることがあるんでしょうか、うんね、私でも人を殺すことがあるんですか、うん、って聞くんですね、はい、そしたら親鸞聖人が何て答えたかというと、うん、人間というのは殺さなければならない環境に置かれると、はい、どんな善人でも人を殺めてしまうと、はい、そうですよね、でその環境にない今の状態、うんうんうん今日に感謝しなさい平和っていうことですよね。そうです、これは樽を知るっていうのもそうです、うんうん、今のですね、はい、環境に身を置かれた環境ですね、うんうんうん、に感謝しなさい。だって戦争もそうですよね、はい、人を殺さないといけない状況だったの で、 あ、ね、あの戦いをしたっていうことですからね、はいはい、環境によってね、はい、そうしないといけない時もあるのよっていうことですね。 ですからそういったあの環境がいかに大切かですね、うんうん、はい、もういつも私は話してますよね、はい、人は環境で育つ。そうです。そして、うん、お友達、はい、友達ですね、うん、ね、いい年近みで人近り、はい、やな年近みで縄近り、はい、あのいい年掴んでますかペイチンさん。はい、ありがとうございます、はい、おかげさまで、はい、よかったです、はい、あの家の皆さんどうですか、いい年たくさんいますか。そうですね、はい、よかったですね、はい、もうじゃあね、もうね、お金も入ってきますねそうですね、はい、今日はもうそういうことでですね、うん、はい、アミヤトガニンのイーニンフユンということでね、はい、人を差別してはならないですよと。うん、そうですね、はい、罪人と言ってる人も普通の人間ですよ、うん、たまたまその環境に置かれてしまったと、はい、いうことですのでね、はい、これやっぱり琉球のね、人たちの心の優しさ、はい、平和を愛する民だなっていうのはよくわかりますね、うん、そうですね、礼節を守る国っていうことと、ね、はい、はい、残念ながらですね、今日は時間となりましたので ね、 もうね、なんか、はい、どちらのコーナーもなんかあっという間に終わってしまいますね。そうですね、また来週ですね、うんうん、また琉球の国語に言葉、はい、紹介してまいりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ここで一曲お届けします。 Dirty Work by Steely Dan。
先にしてたらいいんだ。時刻は6時47分を回りました。あなたが輝く魔法のうとい道をお送りしております。さて1週目なんですけれども、はい、はい、1週目は、イレイノリコのインフォメーションのコーナーですね。はい、はい、じゃあそれでノリコさんどうぞ。はい、ですね、私はですね家庭教育アカデミーというものを主催しています。はい、はい、歳時記を取り入れた暮らしのマナーレッスンやお付き合いのマナーレッスンを準備しておりますので、8月の予定を今皆さんにお知らせしたいと思います。はいはい、どうぞ。はい、まずですね、歳時記を取り入れたマナーレッスン、いろんなね行事ごとを季節を取り入れたものなんですけども、これがゆいまーるおもてなし講座というものがあります。はい、はい、テーマは朝陽の節句。これはですね9月9日に、くんがちがあるんですけど、はい、はい、朝陽の節句っていうのがあるんですね。でそれをですね皆さんにお伝えしながら、これはですね五節句の一つです。フラワーアレンジメント体験をします。はい、いいですね。はい、フラワーアレンジメントですね。はい、はい、8月12日金曜日19時スタート浦添の方でやります。浦添教室ですね。あ、はい、浦添ですね。はい、そうですね。それから8月24日水曜日、昼の1時スタート、これはですね、北中城クラス、これは アドポイント、はい、アドポイントっていうサロンですね、はい、ですね、はいはい、そこでやります。それから8月26日金曜日、1時スタート、はい、これはですねこれまで山内教室があったんですけども、それが、移転しましてヒアゴン教室になります。あ、いいですね。はい、ゆいまーるおもてなし講座は今回は3クラス設けていますので、よろしければご連絡ください。はい、それから、ね、どちらに連絡すればよろしいでしょうか。後ほど連絡先をお知らせしますね。はい、それからお付き合いのマナーレッスン、はい、これはですね私たちは日々人と人との間でですね交際をしてますよね。はい、うん、だからお付き合いのマナーレッスンっていうのが必要かなっていうことで、今回はですねあなたが輝く魔法のおもてなしっていうことで食事編です。お、いいですね。はい、私たちは毎日のようにお箸を使ってますね。はい、使ってますね。そうですね、手掴みではないですよ。はいはい、それのですね和食のいただき方と洋食のいただき方をマナーレッスンします。はい、これは8月20日土曜日13時スタート、コスタビスタ沖縄ラッコリーナでやりますけれども、ですね、会場が変更になる場合もあります。定員とかあるんでしょうか。はい、定員は、5名から10名になっておりますね。はい、はい、どんどん連絡ください。はい、よろしくお願いします。はい、それからですね、沖縄タイムス週刊本プラザにですねうといむちの心でマナー美人にっていうのが掲載されてされます。毎月1回ね、4月から連載スタートしてますよね。はい、してますね。連載していて、はい、これはですね、国際社会の時代ですよね今ね。はい、うん、世界共通のマナーを掲載しています。はい、はい、これはですね8月11日発行、第2木曜日で、第2木曜日に発行しまして、年に1年間連載しています。現在そうですね、で今回のテーマは先ほども出たんですけども挨拶です。英察ですね。英察ね、はい、挨拶をテーマにしております。はい、はい、でそれからですね、はい、それからまだまだ講座ありますか。はい、はい、講座はですね今のところ家庭教育アカデミー沖縄で主催するのはそれですね。家庭教育の講座はまだまだ
ないですか。そうですね、もうそろそろ今準備中ですので、家庭教育の講座、先ほどもね、親学、じゃあ親はどこで学ぶのっていうところだったんですけども、私の方でこれ今計画中ですので、関心のある方はどうぞ学びにいらしてください、はい、ぜひ家庭教育コンサルタントですのでね、はい、はいはい、よろしくお願いします。それからですね、今ね、私たちが放送していますけども、あなたが輝く魔法のうといむち、はい、はい、FM ギノワンナンクルナイさん、ギーのワンワンでしょ、はいはい、それが毎週木曜日、PM6 時から7時までお送りしています。はい、これはですね、暮らしのマナーやお付き合いのマナープロトコールから家庭教育を発信しているコーナーと、はい、ペーチン悟のシマクトゥバを学ぶコーナー、はい、それから今日はね、出張で参加してませんけど、 FM 崎山の分かりやすいマーケティングっていうことで、ラジオを聞いてあなたもうといむちの紳士淑女になりましょうっていうことで、素晴らしいですね、はい、ご案内です。うといむちとですね、はい、シマクトゥバとマーケティングがね、うんうん、これが3つリンクするんですね、あ、関連してるんですよね、はい、はい、それで家庭教育アカデミー沖縄は有限会社アドポイントの教育事業部なんですね、実は、はい、はい、あなたを輝かせる人材育成機関です。あ、いいですね、はい、お問い合わせは家庭教育アカデミー沖縄、私伊礼のり子のところまで、はい、電話番号が 090-9787-1451、 ホームページが、コリのインフォになっていますので、どうぞこちらもご覧ください、はい、ホームページで実はコリのドットインフォですね、ああ、そうですね、コリのドットインフォになっております、はい、ちょっとローマ字でも、紹介してもらえますか、ヒトップ、うん、KORINO.INFO、はい、はい、そうです、はいはい、コリのインフォです、はい、それからですね、伊礼のり子の公式、伊礼のり子で検索すると、公式ブログが検索されますので、こちらにもですね、いろいろ家庭教育のこととかマナーのこととかっていうのも掲載していますので、よろしければご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、いすね、はい、さて、はい、のりこさん、うん、もう時間もですね、あっという間ですね、はい、あっという間ですね、あっという間に54分ですけど、はい、3名でもあっという間ですけど、2人でもあっという間ですね。そうですね、縦目指野菜、2人ともユンタクヒンタクが好きですからね、ユンタクヒンタク、でも今日はですね、家庭教育のことをもっともっとお話ししたかったですね。そうですね、でちょっとね、のりこさん、はい、はい、うん、1分ぐらいありますけど、はい、今あなたの朝のブログ、はい、なんかとても大好評ということで、ブログじゃないです、ブログじゃなくてフェイスブック、はい、伊礼のり子、もしよろしければフェイスブック友達申請してください。私ですね、今ウォーキングしてるんですよ、毎日、はい、だいたい朝1時間ぐらいなんですけども、6時半ぐらいから出て行って1時間ぐらいウォーキングしてるんですね、はい、そしたらですね、地域にたくさんいろんな草花が、いいですね、とっても可愛いのがですね、はい、お花が咲いていて、それをですね、今毎日フェイスブックでアップしてたら、なんと皆さんがですね、とても楽しみにしてますよ、綺麗ですねとかっておっしゃってくれていて、いいですね、はい、私が撮った写真をですね、お花を見たい方はぜひ伊礼のり子のところに申請してください。柳峰さんもぜひ、はいはい、いいねでよろしいんでしょうか。いいねっていうよりも友達申請しないといけないので、はい、わかりました、はい、どんどん友達になりましょう、はい、ありがとうございました。はい、はい、うん、実はこの草花を見て美しいと思う心は、はい、美しいというのは草花じゃなくて、はい、それを見た伊礼のり子さんの心に美しいという美があるわけです、ね、ありがとうございます。で、一人ではですね、なんていう、一人だけどはい、すいません、時間になりました。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。はい、どうも皆さん、はい、また来週、はい、お楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ失礼します。はい、あっという間でした。皆さん、ありがとうございます。あっという間ね。Okay.